ポニーテールされてる方、その結び方だったら分け目が薄くなっちゃうかもしれません。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はポニーテールだったりとか結んでる方って結構この分け目が気になるって方が多いので、それの原因と解決方法についてご紹介していきます。多分皆さんこうね、まとめてて分け目がちょっとパックリ分かれてきたとか、ちょっと分け目が薄くなってきたっていう風にね、思われてる方も多いと思います。これ多分結び方の原因があって、大体の方ってこうね、ブラシだったりとか手ぐしでこう一日崩れないようにギュッと縛ると思います。こうするとやっぱりね、根元の部分だったりとか、特に分け目の部分が結構負荷がかかってしまって、もしかしたらね、この引っ張った強さで髪の毛がね、根元からこう抜けてしまうってことがあったりもするので、今回はね、それの対処方法をね、ご紹介していきますので、普段ね、こう絶対結ばないといけないっていう方に関しては、この結び方、僕が今から言う結び方を少し意識すれば、根元にね、あまり負担をかけずにまとめれるかなと思いますので、是非ね、参考にしてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、ではやっていきます。まずこの根元が多分ね、分け目がパックリと分かれてる方が結構多いと思うので、この部分を少し隠していきます。まずね、ブラシだったりとかでこの分け目が隠れるように後ろに向かって溶かしてあげる。でこの時もね、なるべく優しく優しく溶かすようにしてください。表面の部分を溶かしたら全体のね、髪の毛もまとめていくので、ブラシで溶かしていきます。この時もね、なるべく優しく溶かすようにしてください。でこの引っ張ってるね、強さだったりとかも少しね、優しく持って、あんまりねこう引っ張りすぎないように意識してもらえたらなと思います。である程度綺麗にまとまったら、大体の方ってね、このまま結んだりとかされる方が多いかなと思うんですけど、この時に少し根元の部分だったりとかのこの引っ張ってるのを少し緩めます。どういうことかというと、このもう今まだ結んでない状態、手で押さえてるような状態で、反対の手でこの根元の部分だったりとかを少しね、こう引っ張ってる強さを緩めてあげるっていうような感じ。こんな感じで。でなるべくね、この僕いつもこうアレンジ動画で言ってるんですけど、こう頭の丸みを意識するような感じで、ちょっとねこう緩めてあげる。少しずつ。なんでこの時にね、ちょっと出しすぎたってなったら、もう一回こうね、溶かし直してやれば全然いいので、そんなに難しくはないと思います。多少はやっぱり練習は必要なんですけど、ちょっとねこの負担を緩めてあげる。たったこれだけなんですよ。でもこれだけでやっぱり一日やっぱり結んでる方って全然違ったりもするので、なるべくねちょっとこう緩めてあげる。そうするとこの辺なんかさっきよりもちょっとふわっとした感じになるかなと思います。でちょっとねルーズにもなるので、まあ、一石二鳥かなと思うので、こんな感じでねちょっと緩めてあげる。それだけでもね、根元のこうゆとりがあるような感じになります。でこの状態でゴムで結んでいく。たったこれだけです。じゃあここら辺はね、このゴムで結んだところはしっかりと結んで、でこの根元の部分には少しねゆとりがあるような状態。そうやって結ぶことによって根元があんまり引っ張られてない状態になるので、負担が少なくなるので抜け毛が減るかなと思います。こんな感じです。上から見るとこんな感じです。少しゆとりがあるのが分かりますかね。ただ結ぶ前に少し緩めただけです。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。すごくね、やり方はシンプルだと思います。この結ぶ前にちょっとね、根元にゆとりを持たしてあげる。もうこれだけです。ただこれゴムを結んでからやっちゃうと結構ね強い力で引っ張らないといけないので、逆に抜け毛の原因になったりもするので、できれば結ぶ前に手で持った状態でやってあげると引き出しやすかったりとか、ゆとりを持たせやすいので、是非ねこの方法をやっていただけたらなと思います。そして毎日結ばれている方ってかなりね根元の分け目の部分に負担がかかっているので、これを毎日意識するだけでも全然違いますので、是非ね皆さんこれやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。